皆さん、こんにちは。モレノです。本日は RTTF あたりについてレビューしていきます。作成コスト3万コインですね。もうね、正直ね、間違いなく作った方がいいと思います。ここに関しては、あんうん、あの僕の評価がどうこうとかじゃなくて、この選手が3万で手に入るなら、とりあえずベンチに置いといてもいいかなと思います。じゃあ今日どこ見ていくのかという話になると、適正ポジションですね。まあ、右バックももちろんですし、CDM、そしてストライカーまでもできる、本当にセンターバック以外どこでもできる選手なんですよ。なので、その適 規制っっててていいいいうのをかななりり深掘りしていきたいなと思っていますでスキルムーブ4スター5スターですね。もうこれを見てね、右サイドバックじゃやっぱりもったいないんですよ、この選手。で、えっと、今回僕がね、どこで主に使っていくのを見ていきたいかというと、まずはじめに CDM。CDM センターミットで、最初は、 ケミストリー今、今これフィニッシャー動画撮り終えた後なのでフィニッシャーになってますがアンカーつけていますアンカーでケミストリー10の状態で CDM を試していきますまあこの後プレイチームをあの伝えますが10の状態でスタートして、えっと、次にケミストリー10の状態でフィニッシャーも見ていきますで、えっと、トップしたストライカーですねもう本当にゴールに近い位置でどういうプレイを見せるかでなぜフィニッシャーにしたかというとやっぱり決定力のプラス15は確実に必要ですシュートスタッツが弱いので で、そうなると、でも、やっぱり当たるって、ケミストリー10で使う、使われる方はなかなかいないと思うんですよ。なので、ケミストリー8の状態で、まあ、フィニッシャーも見ていきたいなと思っています。まあ、ここら辺のね、網羅できれば、まあ、大体どういう感じの選手なのか、と思う、あの、お伝えはできると思います。まあ、感覚になりますが。で、えっと、ペースに関しては、まあ、94あるので、ブーストしていかないです。まあ、アンカーの時少しはしてますが、まあ、基本的にフィニッシャーでいいと思います。で、えっと、おそらくね、サブだと、 あの皆さんご存知かわかんないんですけどサブはケミストリ5になりますあの5になるともうほとんどのブーストがされない状態なのでこの状態で果たしてシュートが足りるのかとかも伝えていければなと思っています で、えっ、ー、と、ま、あ皆さん、ケミストリー多分気になると思うので、じゃあ、当たる右サイドバックから中央に持ってきたら、誰右サイドバック持っていくのって言ったときに、えっ、ー、と、僕はマルコス・ジョレンテおすすめです。この選手、あの、今、1000個インぐらいで買えるんじゃないかな。1000個インぐらいで買えるんですが、右サイドバックとしてもめちゃくちゃ強いです。ま、あ身長も大きいですし、ま、あ CTM、センターミートで使っても強いんですけど、大きいですし、ハイハイのワークレートで、えっ、ー、と、ペースも十分あります。で、プレミアとかだと、思想校もおすすめかな。あの、大体ね、ペース80前後の、あの、 右利きの選手なら、右サイドバックに関しては誰でも務まります。あの、ゲームの中で一番優先順位が低いポジションなので、やはりここの中央のセンターラインに強い選手を置くことを考えたら、まあそういうコンバートもありだと思います。で、今回使っていくフォーメーションが4231のみです。で、えっと、本当にもう全部、あの、ここの CDM も2列目も1列目も使っていきます。で、えっと、CDM だけこういう ものになっています。で、えっとまあ一応サイドだとディフェンスに戻るとかもつけてたり、あとはこの戦術ですね。トップの位置ですね。トップは何もつけてないですね。まあ本当にいろいろ見れるものがあるので、まあここちょっと今日動画ちょっと長くなるかもしれないんですけど、まあ、できるだけ全部あの自分が感じたことを伝えていければなと、簡潔に伝えていければなと思っています。では始めていきます。 では、まずドリブルから見ていきます。この選手が当たるですね。えっと、この状態ではアンカーの状態ですね。なのでドリブルブーストがない状態ですね。えっと、ブーストがない状態でも非常にドリブルはいいなという印象でした。あの、まあ、もともとのスタッツがある上に、まあ、1 7 5ンチ小柄な身長、スキルムーフォースターあることで、まあ、非常に軽やかに、あの、スムーズにドリブルするなと思いました。ただ、まあ、この後ね、フィニッシャーの、あの、 との違いというのも少しお伝えするので、来ましたが、えっと、ま、CDM、右サイドバックだとか、ディフェンセブなポジションであれば、もともとこの状態で十分いいなと思いました。で、えっと、ボランチとしての、まず、お話をしていきますが、全体的にね、まあ、これは感覚的な話になりますが、ポジショニングが微妙だなと思いました。まあ、なぜなら、攻撃枠レートがハイなので、かなり 攻撃的にはいい位置にいるんですよ。まあ、こういうシーンで、ね、えっと、思いっきり CDM でここまで上がってくれるってすごく魅力的ではあるんですけど、そうなった場合、えっと、ディフェンスへの戻りが非常に遅くなることが多くて、まあ、穴になることがありましたね。ここからのカウンターだとか、まあ、そこら辺がね、ちょっと、現時点では微妙かなと思いました。まあ、例えばね、隣にカンテとか、カンテみたいな本当に守備戦の CDM を置かないと、ちょっと守りづらいなと。 思いましたね。あの、僕が、誰だろう、フレッチと <laughs> 組んでたので、まあ、守備的にはかなりきつかったですね。で、えっと、CDM を置いてる時に思ったのが、非常にね、えっと、まあ、ポジショニングというか、攻撃的なポジショニングがいいので、シュートを打つ機会が多いんですよ。ただ、えっと、現時点で、えっと、シュートブーストなしの当たりだと、シュート入んないですね。あの、能力値が足りなすぎた。あの、今のとかも、まあ、アタッキングポジショニングがす,すごく良かったんですけど、 うん、シュートは打てるスタッツではないです。あの、打てないです。<laughs> あの、シュートブースがないとね。で、こことかもね、ちょっとね、戻りがかなり遅くなってるんですよ。今、突っ込んでたのが当たるで。で、カウンターされたら、まあ、ここね、取り切れたからいいんです。よくて。で、この後にいるのが当たるのでこれ CDM があんなとこにいていいのかみたいな。ただ、ま、ここはね、決まったからいいんですけど。まあ、ラッキーでしたけど。 ただ、全体的に、シュートが打てない分、CDM で前にいても、少しもったいないなって感じました。ただ、まあ、ペースがあるので、いい位置には行くんですが、そこがね、すごくね、全体的に中途半端だなと思いました。CDM としては、CDM だったり、センターミートとしては。まあ、まだね、改善の余地はあるなっていう、今のシュートがかなり弱いじゃないですか。で、えっと、こっから、フィニッシャーでのケミストリー10ですね。で、まあ、見てもらったらわかるのかな ただ、まあ、操作してる側としてはかなり違うなという印象でした。ドリブルが、まあ、それこそアンカーつけてると、まあ、ドリブルがいい選手程度だったんですけど、フィニッシャーをつけることによって、もう確実にトップクラスの、トップティアンのドリブルをする選手だなと思いました。で、今のシュートも見たように、明らかフィニッシャー、ケミストリーで、えっ、ー、と、シュートスタッツも変わりますし、打ってるシュートの質、あの、スピードだったり、コースが全然変わるなと思いました。 なのでね、あのー、まあ、適正はね、僕はね、ここだと思いました。ここね、相手ね、ゴメスめちゃくちゃ可いそう。これ今、PK なんですよ。で、ゴメスこれね、ゆっくり見るとね、触れてないんですよ。これね、いいえね、本当にこれはね、直した方がいいと思う。いや、触れてはいるんですけど、もうね、あんなんで PK なんてやってらんないんですよ。で、ここら辺もね、ストライカーとしてのにしてですね、ストライカーとしキャムの、 えっと、フィニッシャーをつけてるときは、もうスピードも速いですし、ドリブルもキュンキュンですし、本当にね、ダグラス・コスタと、まあ、同じ、ま、さすがにダグラス・コスタほど強くないんですけど、まあ、それとね、遜の色のないぐらいに、あの、いいなと思いました。使いやすいですね、めちゃくちゃ。ここら辺とかもドリブルも前にも持ってきますしね、サイドに置いても。なので、まあ、比較的ね、守備的なポジションよりも、攻撃的なポジションの方が合ってるなと思いました。ここのね、 ペース、まあ、ここ最後決めてほしかったんですけどただここダグラス・コストが決めるっていうもうあいつわけわかんないですねあのただまあ全体的にね攻撃的ポジションはかなりいいなと思いましたねここの受け方でただストライカーとしての動きはどちらかというとザ・ストライカーとして動くよりもセンターフォワードとしてなんかんでしょうねボールボールをゴールの背中側に向けて受けるような形で受けることが多かったです ま、ここもね、いいシュートですね。あ,あ、いいシュートじゃなくて、いいポジショニングなんですけど、シュートですね。だからただね、シュートは、ケミスリー10の状態でも足りないなって思いました。ここがね、すごい残念だなと思ったんですが、まあ、これからね、アップグレードする選手なので、ちょっと期待しすぎなのもどうかなと思うんですけど、まあ、シュートスタッツに関しては、まだまだ全然改善の余地はあるなと思いました。まあ、ここら辺決まりはするんですけどね。で、えっと、シュートスタッツが弱い分、 サブのストライカートップ下かなり厳しいなと思いました。あの、ケミストリーブースがなきゃできないですね。あの、このポジションは。なので、ウィング一択だと思います、サブで。まあ、これからちょっとね、この後少しお話しますが。で、ここ最後、えっと、サイドから、まあ、ルーレットして。まあ、ここもね、決めてほしいね <laughs> っていう感じです。では、最後、まとめていきます。現時点での値段が2万6000ンですね。もうね、 破格だと思います。もう間違いなく作った方がいいというか、それこそウィッツェルも今年ナンバーワンの SBC だと僕伝えましたが、あの、間違いなく当たるからナンバーワンだと思います、ね、まあ元の値段がね、全然違いすぎるっていうのもあるんですけど、2万6000コインで作れるような選手じゃないんです。おそらく市場に出てたら20万近く間違いなくする選手なので、ぜひ手に入れときたいカードかなと思います。あの、アップグレードを見越してね。で、ただ、まあ、 今現時点での能力としては、ケミストリー10は必須だなと思いました。どのポジションに置くにしろ、まあ、CDM だったり右サイドバックもそうなんですけど、まあ、特にね、トップストライカーとか置くなら、ここのフィニッシャーをつけての、 このシュートスタッツのブースはマストで必要だと思いました。まあこれがね、84になってきたらだいぶ変わるとは思うのですが、まあ現時点ではケミスル10が必要だなと思いました。まあ8でもね、ギリいけるかなっていう感じ。ただ、サブとしてのあたりはあまりおすすめはできないです。なぜなら、特にね、あの、ストラリカトップ下で置く場合は、シュートスタッツが明らか足りなくなっちゃうので、シュートが打てないとどうしてもイライラします。 なので、まあ、この選手あたる技をわざわざ使うなら、プロムスとかのがいいと思います。ただ、サイドなら、えっ、ー、と、まあ、ペースだけなら十分だと思うので、使えるとは思いますが、本当にベンチにいれば、まあ、誰かがね、レッドカード退場した時に CDM にも置けるので、まあ、もっと期待、ベンチ入れてきたい選手だなとは思いますので。 ぜひ作ってみてください。で、まあ、攻撃ポジションであればフィニッシャーがマスですが、守備的ポジションならセンチネルの方がいいかなと思いました。アンカーよりも。やはり、えっ、ー、と、まあ、ディフェンスサスツもなるべく上げた方がいいかなと感じましたね。あの、若干ポジションがやっぱりね、バークレートのせいもあって、ちょっと高め、まあ、とか、あとは、えっ、ー、と、攻撃時上がらない CDM に置く場合、 つけてもいいいかなと思いました、うん、シュートが打てないのがね、ちょっとね、残念かなと思います。今現時点のね、カードで。っていう感じですかね。ただもうね、86、あたりが86になったら、間違いなく去年のライアン・ケントなので、まあ、作って後悔はしないと思うので、そしたら作らないで後悔、絶対すると思います。近藤選手が86、87になったら、もうエンドゲームカードになると思うので。 ぜひ作ってくださいという感じですね。もうで、だいぶね、駆け足で、あの、簡潔にまとめようと思って、簡潔になってないんですけど、やったので、質問、コメントなどあれば、もうぜひ、あの、どんどんください。あの、なるべく、なるべくて、すべてお答えしますので、っていう感じですね。で、えっ、ー、と、CDM とかセンターミントの選手は右サイドバックあたりと入れ替えておきたいんですって言ったときに、まあ、ジョレンティストークは、えー、とご紹介したのですが、他のリーグだったり、他の国籍で、えっ、ー、と、おすすめもたくさんいますので、あの、探してる選手いれば、あの、 コメントください。そしたら、ある程度はお伝え、この選手はおすすめっていうのはお伝えできると思うので、まあどうしても文章の方が多分分かりやすいと思うので、ぜひ質問、コメント、まあ当たる関係なくてもね、何でもくださいっていう感じですね。っていう感じで終えていきます。RTTF ね、他はどうしようかな。ただね、ディアビのカードはやっぱりね、気になりますね。あの、個人的にね、去年のね、ディアビの95かなんかのカードで出たんですけど、それがめちゃくちゃ強かったので、ただ走るだけなら本当に天才児なので、 ちょっと、時間できたらね、やりたい、ぜひやりたいなと思うカードなんで、ちょっと待っててくださいっていう感じで、頑張ってやっていきます。まあ、ただね、逆足になろうか、っていう感じかな <laughs>。まあ、あの、なのでぜひね、チャンネル登録、いいねの方、引き続きよろしくお願いします。まあ、主に SBC やっていけたらと思います。今、サンチェスいくらなんだろうサンチェスは。 82万いや、この値段ね、出すのマジでバカだと思うので、82万サンチェスに出すなら、あの、セイドルフのミドルあの、ベイビーアイコン買ってください。多分絶対にそっちの方が強いので、あの、アイコンのセンターミットでいっぱいお勧めできるので、左サイドバックをセンターミットに置く方が間違いなく強いので、無理してサンチェス買う必要性絶対ないと思います。まあ、これ全然関係ない話なんですけど。っていう感じで終えていきます。今日も見ていただきありがとうございます。ではまた。